山形花笠祭りの花笠琉球舞踊の花笠、火竜は装飾された傘、または傘のこと。花笠を伝統芸能や祭礼の踊りの衣装の一つとして用いる例は日本全国で数多く見られる。踊り手そのものが神の寄り台となる奉納舞踊や伝統芸能では踊り手は獅子舞のように頭部すべてを覆う被り物をしたり木製。 紙製等の仮面あるいは布製の覆面で顔を覆ったり厚化粧をしたりして毛とは異なる状態で踊るが傘をかぶると顔が隠れることから傘をかぶって踊ることも同様に踊り手が神の寄り台となる意味合いがあると考えられているこの時用いられる傘が装飾されている場合に花傘と呼ばれる一方傘は頭頂部にかぶり傘は人の上に刺すことから 古霊信仰では、両者は天に最も近いものとみなされ、薬病神の患者であると考える例がある。花笠そのものを神の寄り台とみなし、置かれた花笠の周りで、盆踊りのように輪踊りをして、悪霊を移りつかせた後、村外に持って行って焼却したり、海辺に持って行って流したりして、悪霊退散を願う例が見られる。また、安らい祭りでは、傘の上に、 植物や成果を入れた花籠をつけた花傘を持ち歩くが、その花傘の花は薬病神が取り付くより大となって、花が朽ちるときに薬病神も共に朽ち果てるとみなしている。傘の装飾には、傘の中心に花籠をつけて、成果を入れたり、造花を傘全体につけたり、傘の周りに垂らした竹ひごの先に造花をつけたりなど、多様性がある。また、琉球花傘のように、 傘自体が花をかたどったものもある。里桜の一種の栽培品種の桜である花傘は、その花の形が花傘に類似していることから命名された。ありがとうございます。